京都から奈良にお着きになった笹川会長を迎えて、会長の米寿を祝う夕べが五穀神社で行われました。この行事を立案計画してくださった皆さん方に対して心の底から熱くお礼を申し上げます。どうしたら医者がね、年に2週間ぐらい休暇取ってもらいたいと言いますけど、いや休暇は取らない、今言っとるんです、死んでからまとめてもらう、こういうことで、わしは1時間の休暇も取らないんです。それが一番楽しいんですが、今後とも一生懸命やることをお誓いを申し上げまして、皆さん方のこのご苦労に対してね、熱くお礼を申し上げます。